これだけで皆様が来てみたいと思われます。
自分で出たらいいんだよ、自分で選挙に。日本人なんだろ、君は。外国人じゃないんだろ。自分で選挙出ればいいじゃん、そんなに思いがあるんだったら。人にやや言わずに、それこそ無責任じゃないか。考えてます。無責任。ほとんど出ろ、立候補。これが無責任。これは一つの行動じゃないですか。無責任なんだよ、君こそ。これは一つの行動じゃないですか。うるさい。これは一つの行動です。だから行動はいいよ。だから無責任だって言ってるの。立候補押してください。日本人じゃないんじゃないのか、君は。日本人だったら立候補しろ、歌うだろ。こんなところで人に文句言ってしまったら。お前みたいなやつ、一番俺嫌いなんだよ。人に任せるの、自分がやることだったら、ちょっとやれ。あなたの作戦。やれ、言うてんじゃん。あなたの作戦を。いや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 、人にぐだぐだ言うてる暇やったら、自分でやれよ。あなたの作戦をお借りしてんですよ。はい、失礼します。ありがとうございました。どっかやったな、お前。あよいんだよ、もう鬱陶しいから。あなたもどうやってのし上がってきたんでしょう。お前みたいにアホじゃないから。確かに、でも、1であるな。1であるよ、1であるな。素晴らしい。ごめんなさい、
まあ、彼は彼の思いがあるので、彼の言ってるのは売春防止法、ちょっと説明するとね、売春防止法っていうのがあって、それを警察が取り締まってないことは確かに事実なんです。これは風俗営業とかでパチンコの換金とかもダメなんですよ。これを我々政治家が何かできるかっていうと、基本はやっぱりできないんですよ。三権分立されてるんで。で、その中で今の法律に関しては、その具体的に警察やっぱ動かさざるを得ないっていうのがあります。そうすると、その国家、いわゆる公安委員会とかの委員長のポストとか取りに行かなきゃいけないので、どうしてもそうやろうとすると多数派を取らなきゃいけないってなるんです。で、彼の言ってることは全然間違ってるわけじゃないんだけども、その例えば売春を取り締まってほしいとかっていう人が、多くの国民がそれを思えば彼の立候補に対して票がそれなりに入るってことなんですよ。だから全てのその考えが実現できるっていうわけじゃなくて、民意がないと動かないっていうのが民主主義なんですよ。だから奥さんのこういうとこが嫌いとか、旦那のこういうとこが嫌い、100点じゃない、じゃあ離婚しましょうかってならないじゃないですか。人間って60点でもいいっていう人もいるから、だから理想を求めるのは自由です。で、この国は中国とかと違って誰でも立候補できるんですよ。特に彼の場合は年齢も達してるでしょうから、だからそれだったら人にふだふだ言う前に立候補するべきだと思ってるわけです。で、それを誰かが言ってあげないといけないから、はっきりと言った。だって立候補したら話できるじゃないですか、ある意味対等に。そういう考えがありますっていうのは新聞とかも出れるから、まあ、彼最後売名だって言ってますよ。で、僕は法律守れとは基本的に言ってませんからね。昨日も公職選挙法を破ってますから、8人過ぎて喋ってないですよ。 NHK の受信料払うなって言ってるわけじゃないですか。法律守れって言ってないの。彼は何かと勘違いしてるし、まあ いや他何か聞いたことっていうか、できたら前の方にもうちょっと詰めてもらったら。で、この返事ブロックだけはちょっと開けてもらったら、ブッコース。ちょっと撮影してあげて、この子ちょっと撮影してあげて、もうちょっと叫び、すいません、こういうね、頭のおかしな人っていうか、自分で分かってるんですよ、彼。こうやってね、絡んできて、自分がネット上で有名になろうとする。犯罪を容認するのが国会議員ですか？このままね、彼が何分やるかちょっと見ましょう。売春を取り締まらないっておっしゃいましたね。これね、あまりしつこいようだと、売春、警察呼べよ、警察来たら人が放置国家だからね。犯罪になります。警察来たら人が会うわ。本当のレート30分ゆっくりそれ。30分やってみましょう。国会議員が犯罪を発見していいのかって言ってたから、とりあえず録画だけしておいてください。売春は犯罪です。売春は犯罪です。売春はどうでもいいですか。これ皆さん聞こえないでしょ、僕の声。売春が容認する国会議員どこにいるんですか。売春を容認する国会議員どこにいるんですか。ごめんなさい、皆さんがこのように聞いていただいていることによってエネルギーが出てきて、今回ね、50% です、50%。でもね、僕自身が 1.97% で当選してるので、2.97% で当選してるので、こっからクラーッと出てきます。で、今もね、気づいたことは、僕、本当にね、これ自分で本当すごいと思ってるのは、市長になって、それで、市長になって、これを変えれば、皆さんに5万円支援することができれば、これ一気だと思います。 NHK のお金を払わない人に対して、その家庭に5万給付するっていうことができれば、一気に変わると思います。国会議員が犯罪を容認するはずがしていいんですか。頑張れよ、お前捕まえたるからな。お前捕まえるよ。ちょっと一応一般の人が一回帰れ帰れ帰れ、買収は、とりあえずさ、お風呂で言うんだったら、住所の話、住所の話
埼玉県八潮市で1億2円鈴木大地をします。いいよ、そこまでやれるんだったらなかなか言いますとりあえずちょっとまあね、ちょっとごめんなさいね、あのこれがね、皆さんのちょっとそれ鈴木大地と申します。これが妨害なんでごめんなさいね、ちょっと僕はいいんだけど皆さんが聞こえないんですか。犯罪してる、分かってる。犯罪を容認してるあなたはじゃどうなんですか。もう君が犯罪してる。買収は犯罪なんですけど、それはどうでもいいっておっしゃいましたね。だから君が今選挙妨害してるんだけどいいんだよね。あなたはじゃ買収を容認してるって言いましたよね。警察呼んで君逮捕してもらっていいね。警察呼んで君逮捕してもらっていいね。警察呼んでくださいよ。だから逮捕してもらっていいね。よう、どうぞ。じゃあごめんなさい、ちょっとじゃあ資格当番呼んでもらっていい。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあもうちょっと警察に引っ張っててもらいます。はい、あのかわいそうなんで、あのかわいそうですけど仕方ないです。はい、あのね、自分の主張は自分でしてください。犯罪を容認する、あの君のような人間が日の丸持ってるのはもう犯罪を容認する国会議員と犯罪を取り締まる自分の国民どっちが重要なんだよ。自分で立候補していいやろ。犯罪を容認する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 犯罪が犯罪してるの。国会議員の資格ないね。だからあなたが犯罪してることが気づいてない。何が犯罪、何が今選挙妨害、公職選挙法245犯罪を容認する発言があったから。じゃあ君は人が犯罪を容認するからって言って犯罪してもいいと思ってるのか。犯罪行為が知らない、知らなくても君は今言ってるじゃん。公職選挙法204条の違反をしてますって今言ってるの。どういう条文ですか。自由妨害の選挙を妨害してるじゃん。こっちを抗議する自由権利あるの。ありません、そんなのないない、何言ってるのよ。法律も勉強してないんだから。これは選挙運動だって政治活動じゃないんだから。俺に住所行ったぞ。あ、いやいや、ちょっと住所、こうやって脅迫にもなるんだ。あの、全然顔も見つからないんですよ。ごめん、ごめん、君たち、はい、言います。はい、千代田区。これも完全に彼自身は犯罪なんで、ちょっとごめんなさいね。これはもう確実にお前さんに逮捕する。何だったら僕が現行犯逮捕してあげようか。あ、これもしよう。じゃあ、今から現行犯逮捕します。はい。犯罪容認してんのお前だろ。買収は犯罪だろ。それを容認してるお前なんで叩けばよ。令和元年、10月26日、はいはい、午後10時、5時19分、はい、公職選挙法違反、はい、選挙の自由妨害で逮捕します。の疑いですね。疑いします。逮捕します。逮捕しましたよ。500万してるから。あなたしたら引き出します。犯罪容認してるのあなたですからね。こっちは犯罪を抑止するべく、あなたに言ったところ、あなた国会議員になるって言ってんのに、買収は取り締まんないっておっしゃったんでね。はい、そうです。今目の前に。何なんですか、逮捕してる。これじゃ、これで逮捕して、あ、そうそう、これで言えるんですか。だから逮捕してる。言えるんですか。お前がその権利ある。逃走してる。逃走してる。逃走してる。なんで、どっちなんで逮捕してんのよ。どっちなんで逃走してる。どっちなんで逮捕してんのよ。俺ここに逃げたらどうなんだよ。お兄ちゃん、なんだよ。逮捕してるな。どこ、俺逮捕してるの。お前に権利あるのか。あるよ。しないで。逮捕しろ。逮捕。逮捕。お前逃げるな。逮捕。暴力反対。逮捕。逮捕。暴力反対。どっちに言ってんの。だから君が。お前警察かよ。はい。政治家だろ。はい。私人逮捕。政治家だからもう法律も知らないのに。いや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 言うなよ、お前勉強してから出てこいよ。法律も知らないのに法律守れとか言ってる時点でお前も法律を容認してる。お前はどうなんだよ。じゃあ法律容認してるんだって。犯罪を容認で間違えました。あのさ、犯罪容認してるあなたはどうなんだよ。国会議員になる資質あるんですか。ありますよ。ないでしょ。国会議員いろんな国政でいろんな問題抱えて全て法律を遵守するのが国会議員でしょ。どうでもいいっておっしゃいましたよね。はい、それはどうなんですか。だから違いますって言ってんだから違う根拠を言えよ。そんな話してくださいよ。逮捕してるって言ってんだ。逮捕知らないから、こっちは。だから君は知らないから。警察が逮捕するもんだと思ってますから。だからそれは勝手に思っとけばいいじゃん。警察来てね。じゃあね、話しましょう。
警察来たら君身柄引き渡すけど話とかしないの、何言ってるんだよ。しないよ、その警察さん。だから勉強してから来いよ、もうどれだけこっちが警察と話してるの分かってんのかって話ですよ。売春防止法についていろんな方と話してますわ。警視庁本部にも告発しに行ったりして、いろんな保安課の人とも話してんねん。生安課の気持ちやってないわ。それ怒ってる。だからそれ分かってるから、君がやれたのは自由だけど、君の主張をするのに犯罪したらダメでしょ。犯罪かよ。だから犯罪だから逮捕してるじゃん。犯罪行為を容認してるあなたは抗議してるだけだろ。それは正当な行為なんですか。正当じゃん。資格ないじゃん。選挙妨害も何も法律を重視しないから分かるよ。公職選挙を呼んだことある。法律を重視しない立候補者がいたら抗議しちゃ当たり前じゃないですか。抗議じゃない。抗議ですよ。抗議。だから抗議しちゃいけない。抗議しんぐ。ここにあるだろ。お前が言った。はい、あ、すいません。ちょっと構成法でもうずっと大声出し続けて逮捕しろって言うんで逮捕しました。5時19時。あ、もうじゃあお願いします。はい、刑事さんですか。あ、向こう持ってますね。はい、ちょっともう引っ張っててください。もう検査しました。知人逮捕しましたから。手錠かけんの。はい。手錠かけられてないけど。手錠かけられてないけど。逮捕って言うの。あいつバカボンしか見てないんちゃう。逮捕って手錠かけることやと思ってんのよ。逮捕の意味だと思ってんの。あいつほんまアホやな。お疲れ様でした。手錠かけないと逮捕じゃないと思って。バカでしょ。元祖連載バカボン。元祖連載バカボンも言うのね。これでもニュースなれへんかな。なりますよ、なりますよ、なりますよ、明日の朝なりますよ、明日の朝なれへんかな。なりますよ。これはもう現場でちょっと解説するわ。すみません、はい、これはですね、今私が、刑事訴訟法の212だったか3だったかな、指針逮捕権限がもちろんあります、で彼の犯した罪っていうのは、公職選挙の確か204条だったと思います、選挙の自由妨害、選挙をする自由を妨害するという罪になります。ちなみにこれは懲役4年以下、結構重いです。で再三の注意にわたっても彼は続けました。でこれは誰が妨害されてるかっていうと、私は演説していましたよね。でもこの辺りにいらっしゃる人は聞こえないんですよ。要は演説を聞く権利の妨害をしてるんです。わかりますか。選挙というのは今日の8時までしかできない。で民主主義における選挙というのは皆さんの代表者を選ぶ、特に国会議員選挙というのは憲法にうたわれている非常に重要なものなんです。で彼の主張というのは別に自由に言うのは自由なんですが、皆さんが聞く権利の侵害になっているということです。これをね、この間同じようなことが埼玉県であって、民主党の蓮舫さんがですね、なんか我慢したらいいというわけですよ。いやもう頭おかしいんです、あの人。候補者が我慢するんじゃなくて、聞いてる人の権利を妨害してるから、国会議員として当たり前のことを逮捕しなきゃいけないじゃないからね。もう引っ張られていたでしょ。まだ言うの。それはもちろんだったら、あの、パンデル自由妨害。じゃあ、ちょっと進んでいく。だから、あの、結局、彼自身がはっきりと言ってます。彼は別にそこまで頭おかしくないです。ただ、法律知識が乏しいだけで。結局これだけの多くの人がご覧いただいているので、彼自身の知名度が上がるんですよ、これに。こういう形で、まあ、これは別に彼自身の言ったことは別に否定しませんよ。だから、皆さんの迷惑にならないようにやってほしいということです。それが法律違反である以上は、あの僕は国会議員にやってた人であり、今もコートの代表ですから、コートの代表というのは公人になります。税金をたくさんもらっている党の代表ですから、これはもう当然仕方なく逮捕という順番になります。でこのようにね、あのこれ例えば自民党とか維新の会とか、とかここでもそうですけど、これ逮捕しないでしょうかと思いませんか。自民党の人とか例えば立憲民主党とかしないんですよ、ややこしい。
このあと僕終わってから8時からまた警察行かなきゃいけない。事情聴取多分 2,3 時間かかります。慣れてるんですよ。そうするとややこしいことから目をそらすんですよ。今の政治家ってこのように犯罪が目の前で起こってるのにそれを取り締まろうとしない人たちがこの国の政治家をしてるんです。奪われてる権利は皆さんの聞く権利なんです。でこういうこと一つ一つをやらないと。だって怖いですよ。あんなだって頭のいかれたやつだから今回逮捕してもすぐ出てきますから。僕住所も名前もバレてるんで彼みたいなやつが襲いかかってくる可能性もあるんです。でもこっちは命がけでやってるんですよ。だからそんな人間も言葉を置きましたけどそんな人間には負けないです。で皆さんの前でこのように勇敢に立ち向かう姿を見せないと命がけとは言えないでしょ。ありがとうございます。怖いんですよ。怖いんですよ。だって頭の悪いやつ何するかわからないから。もうあちこちに包丁普通に売ってるから。怖いですけど怖がってたら何もできないんで。だから公務員本来はだから政治家とか公務員の給料上げるべきなんですよ。おまわりさんだって怖いですからね。これだから僕は公務員の給料を上げるべきや。このおまわりさんの給料なんてもう3倍にしてもいいぐらいですよ。頭の悪いやつがいっぱいいてお酒飲んでしか文句言えないやつがいっぱいいてもうねおまわりさんの給料なんてぜひ上げなきゃいけないと思ってますが、まあ話を戻せばね、まあ、今回このように選挙僕が大きな音で喋ってることによってご迷惑をおかけするのもいるのは間違いないでしょうから、それは選挙という期間中はご容赦ください。僕は50人ぐらいしかいないかなと思ってます。毎回ね。ところが、これ多分ざーっと数えても100人以上いらっしゃいます。上も下もいらっしゃいます。ちょっと緊急車両優先します。